い、というわけでいきなり同志なんだという皆さんの声が聞こえるんですけれどもまあ私たちねチェゴを卒業しますっていうこちらの動画を出してから、まあ、いやいや数ヶ月が経って、まあ、いろいろと YouTube の形態も変わってアーティスト活動の方もたくさん進めていく中でちょっと今回皆様に改めて伝えたいことがあるので動画を回しています。私たち去年の5月にワンマンライブチェコリシャススワンプっていうチェコのワンマンライブで池袋晴れ舞台であったんですけども、その時にそのアーティストとしての目標である来年までにチェコでワンマンをゼップで埋めるっていう目標を掲げました。そしてなんと年内12月12日ゼップ新宿にてチェコのワンマンライブが決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、私たちのダンスは見たことあるけどライブは見たことないっていう方がもうほとんどだと思うので、8月24日に無料ライブをしたんですけども、そのアーカイブが YouTube のライブのところから載ってるのでそちらをぜひ見ていただきたいです。で、その時にその12月12日に ZEP でワンマンすることをお伝えしました。アーカイブを見て少しでもいいなと思ったりチェゴのパフォーマンス生で見たいって思ってくださったり、その今後 ZEP に向けて本当に大きな挑戦で今の現状からして埋まるかどうかもわからないぐらい本当に崖っぷちで、その崖っぷちな姿とか私たちの ZEP までの道のりを動画にして YouTube チェゴチャンネルでたくさん配信していくので、それを見て少しでも応援してくださる方がいらっしゃったらぜひ当日12月12日 ZEP 新宿にお越しに来てほしいですそのさっきも言ったんですけどめちゃめちゃ大きな挑戦なんですよ。で、まあ、今日も見て分かる通り皆さんちょっと美女が悪いんですけど徹夜でね徹夜でその ZEP に向けての打ち合わせをしたりとかいろいろしてて、でその、まあ、私たち卒業しますっていう動画でもう YouTube は撮らない、企画系は撮らないっていう話をしたんですけども、私たちの素の姿も好きっていう方が多いので、なんかこれからはもっとチェゴのいわゆる普通の女の子たちが成長していく姿をたくさん発信していくので、それも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。そもそも、まあ、なぜ YouTube やっててアーティスト活動をやりたいかっていう気持ち大丈夫ですか気持ちの部分がなんかまだこう皆さんにちゃんと伝わっていないと思っていて、 K-POP ダンスとかカバーとかをやってたのも、まあ、もちろん K-POP が大好きっていう気持ちもあったんですけれども、まあ、やっていく中で私たちも K-POP アーティストさんのように素敵なアーティストさんになりたいっていう、自分たちも何か皆さんにパワーを与えられるアーティストになりたいって思って、まあ、これまでやってきたんですけれども、その思いっていう部分がまだちゃんと皆さんに伝わりきれてないなと思ったので、まあ、改めてなぜアーティスト活動をやっているかっていう気持ちの部分は、なんか私はいろんなアーティストさんの映像を見るときになんかすごい鳥肌が立つ、落ち込んでる時も、まあ、曲を聴いて前向きになったりとか、もうちょっと頑張ろうとか、なんか生きてる中でいろいろあるけれども、そういう前向きな気持ちを与えられる存在に自分もなりたいなっていう、そのやり方っていろいろあるんですけれども、私は小さい頃からダンスもやっていたっていうのと、あとはやっぱカラーを見て憧れを気持ちを初めて抱いたっていうところから、アーティストっていう形で皆さんにパワーを与えられる存在になりたいなっていうのをすごく感じているし、とても素晴らしいメンバーとも出会えてびっくりしたありがとうございます、うん、
はるかのそのダンスのスキルもそうだし、あのコレオグラフィーいきなり振り付け、そう振り付けとかっていう部分も本当にあんなオドのあの数字を叩き出せるのって本当にもう努力ももちろんセンスもそうだし、なんかいないんですよなかなか。だしそのマホも、もう本当にもうマホの皆さんの無料ライブのドリームズの入り皆さん見ましたか？ワンダーラスチー今は飛び立つ心はいか永遠の旅。もうあれで鳥肌立たない人はセンスないですって言い切れるほど本当にすごい美声の持ち主で、なんかもう私たちのそのパフォーマンス、女の子、普通の女の子だけど男性にも負けないパフォーマンス力っていうのを目指しているし、できると私は確信しているので、私たちができる皆さんのその生活をあげる私はね、私が、はい、あの今は個人的な意見なんですけども、まあ、私は本当にこう自分がすごい結構臆病者で、なんかこう面倒くさがり屋で、なんか世界に対して希望を持ってないんですけれどそれはそうですね、それはそうですね、そう、それで廃れるんじゃなくて、廃れてそれが部屋に現れて汚いっていうのをずっと続けていました。だけどそれじゃ良くないと思って、はい、はい、そうでしたの、うん、私今すごい部屋綺麗なんですすごい打足が多いんですけれども、すいません。なんかこう自分の生活のクオリティを自分なりに上げたんですね。そうすることによって世界に希望を持ってなくてもなんかこう生きていて楽しいって思う瞬間がやっぱ増えたんですね。で、私と同じような人って絶対にいっぱいいるので、なんか私は本当に皆さんの生活の水準を上げたい。で、できることはアーティスト活動としてパワーを与えることだと思っているので、もっとより多くの人にその思いを伝えられるのと、それを実現できることが私の今の生きがいなので、ぜひ ZEP 見に来てください。生活水準を上げるためにね、はい私は5ヶ月間活動休止をの経験をしたことがあります。なんと僕笑うとこなんですけど、いや笑いにくいわ、笑いにくいわ、いや笑いに変えようよ。あ、そうだね。でその時ね、一日たりともチェコを忘れたことはなかったし、自分はステージに立ってたいって思う気持ちが薄れたこともなかったので、それを経て自分の気持ちとも向き合ってて、で始まって頑張ろうとなってた時に、結構頑張ろうって思った先うまくいかないことがたくさんあって、目に見えて分かるのはお客さんのライブに来てくださる数とか SNS の数字とか、そういうので現実を目の当たりにして、やらなきゃいけない数字を上げなきゃいけないっていうことが、私は結構数字主義者なので、そうやって思ってしまって、楽しいんですけど、もともと趣味でやってたチェゴっていうグループから考えた時にマストになってしまってて、そんな時に藤原さんが多分そのはるかのその気持ちを汲み取って、制作してみたらって言ってくださって、もちろんその振り付けを作ることだったり、チェゴの例えばオドで言ったらオドのプロデュース、チェゴとしてオドを表現する時にどうしたらいいんだろうとか、そういうのを考えるのはすごい好きだったので、ゼロから1を作るのが本当に好きなので、その活動を始めてからは自分ができなかったことがすごい増えて、で視野もすごい広がって、今はめちゃくちゃ楽しいんですよ。でそんな矢先に ZEP を発表できて、でここやっとチェゴが実力と一人一人の武器発揮できる場所だって
思ってるので、そのゼップのタイトルも最高到達点っていうめちゃくちゃかっこいいタイトルなので、チェゴが今まで約5、6年間いろいろ迷いに迷っていろんな経験を積んできたんですけども、パフォーマンスもそうだし、チェゴとして最高到達点に行く瞬間をみんなで叶えたいっていう思いがすごい強いです。で、なんでこんなになんか多分久しぶりに見てくださる方が多くて、私たちがの熱量が熱すぎて皆さんを多分置いてきぼりにしてることが多いと思うんですけども、こっから先は皆さんと一緒に作り上げるそのワンマンライブだと思うので、その視聴者の皆さんだったりライブに来てくださる皆さん、そしてチェゴ、そして仕事の関わってくれるスタッフや皆さんと一緒に絶望を叶えるっていう目標を私たちは持ってこれから前に進むので、ぜひ応援をよろしくお願いします。私は最初はじめ2人に出会った時はなんか世界で活動できるダンサーになりたいっていうふうに思ってて、でももともと歌はもう小さい頃からお家で歌ったりするのがめっちゃ好きで、キッザニアでアーティストの活動ができました歌とダンスを一緒にやる体験みたいなのがあって、そこで倖田來未さんのキューティーハニーをやったんです。もうめちゃくちゃ楽しくて、でその時の気持ちを忘れたことがなくって、でもなんか意外と現実的な部分があって、考え方が無理だろうなみたいなことを思いながら高校で2人に出会って、ダンスがむしゃらに頑張ってたんですけど、やっぱダンサーって難しくて、まあその時もずっと悩んでたんですよね。だけど2人が誘ってくれて、その時 K-POP がめちゃくちゃ好きで、で K-POP のカバーダンスをたくさんしていくうちに、自分たちが歌って踊って超有名になりたいっていう風になって、韓国に行ってチラシ配ったり、雪の中滑って踊ったり、真帆一人じゃそんな行動ができてなかったなっていうのが思ってて、なのでその時結構2人の行動が行動力助けられてて、3人で頑張ったから今こうやって素敵な周りの人たちに恵まれてるなって思うし、周りの人が支えてくれてるから、こうやって大好きな歌もダンスも、小さい頃諦めかけてた歌もダンスもこうやってできる環境にいて本当に幸せです。最近ステージで2人と目合わせて自然な感じでライブできるのがめっちゃ楽しくて、それを見て盛り上がってくれるファンの人たちがいて、この環境を作ってくれるみんながいて、ほんと周りにめっちゃ感謝して生きていきますアーティスト活動を始めた時よりも絶対にレベルアップしてるので、まだまだですけども、これからもっと誰が見ても胸をグッて掴まれるような気持ちにさせるアーティストになっているので、12月12日までには絶対に。なので、ゼップ見に来てください。お願いします。コロナ禍の頃、チェゴでみんなで住んでいた時は、がむしゃらにやっていて、でも、まあ、こうアーティスト活動を今ありがたいことさせていただいて、まあ、いろいろとその実力の部分をまあ、実際に感じることもあったし、その集客の部分ももう現実で感じることもあって、どん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 本当にいけるのかなっていうのが、まあ、正直あったんですけども、みんなで話し合って、やっぱりその心の底からアーティストをやりたい、チェゴとしてこの3人でやっていきたいっていうのが改めて感じたし、でそれも3人の中で一つになったので、もう今めちゃくちゃバーって火が燃えている状態です。なので絶対に来てください
で、ZEP に向けてそのめちゃめちゃ動くんですけども、そのさっき小田が言ったみたいにコロナ禍の方が本当にがむしゃらで、今はちょっと現状満足してる部分が、その ZEP 決まる前とかは少なからず心の隅かにあったと思うんですけど、心を入れ替えて炎を12月12日までに絶やさずに進んでいくので、そしてね、高校の同級生、もともとお互い夢がバラバラで、こんなは何になりたかったんだっけ？私は正直アーティストをやりたかった。魔法は？魔法はあのリエハタさんがめっちゃ好きで、リエハタさんみたいになりたかった。私は海外で活躍するスーパーダンサーっていう夢を、お互いにバラバラの夢を持ってた女子高校生3人が集まって趣味で始めた K-POP ダンスカバーからアーティストになりたいっていう夢を抱き、韓国に挑戦しに行き、心が折れ日本にすぐに帰っていき、そして日本の事務所でもオーディションをたくさんチームで受けたんですけど、やっぱチームで入るってことは本当にないらしく、それが叶わず、そして見つけた YouTube 事務所に所属させていただいて、 YouTube 頑張るっていうことを決めて、今の YouTube の数字があるし、そこで出会った方と楽曲制作をして、初めてチェゴの夢だったオリジナル曲を出したし、そしてね、徐々にアーティスト活動をしていくにつれてワンマンライブやりたいっていう思いがあり、 CD を発売したり、そして今では年内にZEP を埋めるっていう目標を持って活動していく成長過程が私たちの中ではあったんですけど、その ZEP までの成長過程は包み隠さず皆さんに見せていきたいし、今の崖っぷちの状況も包み隠さずにお伝えしていくので、皆さんはご飯を食べるときはこの密着動画をたくさん見てください私たちのリアル。でも歴史チェゴはチェゴで本当に歴史があって、マジで路頭に迷ってたよね。でも今はこうやって目標があって、もういろんな方たちのおかげで ZEP でワンマンすることなんて、本当に自分が K-POP ダンスカバーをしていた時は予想もつかなかったし、 ZEP っていう名前も知らなかったから、うん、その5、6年前の自分に比べたらすごい不思議でたまらないと思うけど、でも見てる皆さんもいつ何があって、どんな機会があって、どんなチャンスがあって、同じ近い人たちで言うとダンサーの方たちとかも、ダンサーさんが主人公になることって昔はあまりなかったんですよ。そんな人たちがステージに立って輝く姿をお見せしたいし、そう、ダンサーさんたちに自分たちのこのステージを見て私もステージに立ちたいっていう、まあ、ダンサーさんに限らずいろんな方たちに希望を与えられるようなアーティストになりたいっていうのもさっき話し合いで話して、もう本当に前向きな考えしか今はないので、何回も言いますが、ZEP でお待ちしております。で、やっぱりこんだけ思いを伝えても、やっぱパフォーマンスをね見ないとチェゴの良さとかパフォーマンスにぶつけてる思いがあったりするので、あの無料ライブのアーカイブも、8月24日に行った無料ライブのアーカイブも全部見れるようになってますし、あの私たち最近ショットガンっていう曲を8月25日にリリースして、今はもう各音楽配信サービスで聴けるようになって、それも聴いてほしいし、あとキンキンのイベントが、そのショットガンのリリースイベントになるんですけど、それは無料で見ることができるので、その私たちが、まあ、大阪も名古屋も行ったり、東京の渋谷新宿とかが多いんですけど、そこに行ってライブをするので、少しでも気になった方いらっしゃったら、ぜひリリースイベント来てくださったり、ショットガンを聴いてくださったり、無料ライブのアーカイブを見てチェゴの良さを知ってほしいなって思ってます。アーティストさんのライブ行くのってちょっと他のファンの人たち怖いなとか、
そういう気持ちがあると思うんですけれども、うん、本当に全然怖くないし、うん、むしろね、私たちのファンの方たちもなんかこう新規さんをたくさんもっとみんなに知ってもらいたいっていう思いも、ファン、私たちのファンの方もすごくありがたいことに思ってくださっているので、本当に雰囲気も全然怖くないです。みんな本当に純粋に私たちのライブを楽しみにしてくれているので、掛け声もありますが、私掛け声できないけど浮いてないかなとか、もうそんな考えなくていいです。全然なんか怖い現場でもなんでもない。でもライブは楽しむもんですよね、うん、なのでそれぞれの楽しみ方でライブは来てほしいので、ハードルは高くないです。あの ZEP のチケットも一番安いのが2000円、うん、っていう破格の値段なので、ランチを4回我慢すれば行けます。確かに我慢してよかったって思わせるライブにするので、ぜひランチ4回我慢して来ていただけないでしょうか。いいものを与えます。お腹いっぱいになって 返すので、まあ、結構長々とお話ししたんですけども、私たちがやることは全て全力でやるっていう、私たちはめちゃくちゃ本気で ZEP 新宿挑むので、皆さんはもうマジで期待しちゃって期待しちゃっていいので、死ぬ気で活動を盛り上げていくので、皆さんも死ぬ気でついてきてほしいなっていう思いがあります。そしてね、まあ、ZEP 新宿が達成した際にはもう一つ上のレベルアップも考えてますので、皆さんに愛されるチェゴにいますので、皆さんもどうか愛をください。愛してください。ZEP のチケットはあのコメント欄と概要欄に貼るんですけど、リリースイベントだったり、本当に細々した情報、まあ、私たちの LINE アット、LINE アットあります。はい、概要欄にあります。コメント欄にも固定もあります。ライブの出演日だとか、ショットガンのリリースイベントこの日ですとか、あとは音楽出ましたとか、あとは LINE アットにしか送らない未公開写真とかもあるので、ぜひ LINE アットの追加よろしくお願いします。先生にお願いします。マスマスターです。X もありますし、インスタもあるし、私たち個人でもインスタも X もやってますので、そちらもフォローお願いします。お願いします。そして TikTok もね、今頑張ってるもんね、はい、ショート動画も頑張ってるし、もう YouTube も TikTok も SNS も、まあ、ライブに行く流れしかり、 YouTube しかり、 SNS しかり、あの日常の生活全部全力で頑張りますので、皆さんは次上がる動画にしかり、ライブにしっかり楽しみに待ってください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと、みんなの SNS フォローもお願いします。お願いします。ということで、以上、チェゴでした。